君はラッキーだね、僕みたいな人からそういうレクチャーを受けることになるとは。なんか今撮影なんか自撮りしてるっぽい子がいて、インフルエンサーかなんかなのかな、ちょっと聞きながらナンパしてみます。あ、すいませんすいませんすいません、あのごめんなさい、あのなんか撮影かなんかされてる。あ、そうなんですね。あー、なんか配信用とかじゃなくて。あ、なるほどなるほど、インフルエンサーかなんかですか。あ、TikTok？ あー、なるほど。ちょっと僕こう見えて YouTube やってるんですけど、10万ぐらいいるんですね。なんかお手伝いできることがあったら。あ、すいません、すいません。TikTok 動画ですか？動画メインですか？結構なあれなんですかね。なんかすごい可愛いなと思って。僕手伝えることが。人の目とかある。あ、人の目とかある。あ、いや結構有名なんですか？結構バレちゃうぐらい有名。あ、マジで？どれぐらい？あ、3名ぐらい。TikTok 3名ぐらい。でもまあ300ぐらいじゃないですか。僕も10万、もうすぐ TikTok も始めるんですけど、なんかいろいろ業者とかにも頼んで戦略とか練ったりするんで、なんかいろいろお手伝いできることあるかなと。そろそろ TikTok にも参入するんですよ。まあちょっと君の方がまだ先輩かもしれないですけど。何系の TikTok なんですか？あ、ダンス、ダンスやってる。まあちょっと僕のチャンネル結構急にうなぎ登り来てるので、そろそろヒカキンも挨拶に来るかなって思ってるんですけど、ピンポンって来たらいつもドキドキするんですけど、まあヒカキン来たら君も紹介しますしTikTok じゃないけど、まあなんかいろいろ協力できることがあるかなと思ってるんですけど。あ、これ巨峰は食べたんですか？雨は食べようかなって思ってた。じゃあちょっと撮ってあげるし、撮ってあげるし、僕はちょっとぜひご馳走させていただきたいと。経費削減になります。僕んとこの YouTube の経費で落としますので。巨峰ゼリーシェイキ初めてどれくらいなんですか？あ、1週間ぐらい。1週間で300、全く新規で他にも。あ、じゃあもしかしたら伸びるかもしれないですよね。え、なんかちょっとバズったりもしたんですか？あ、なんとかバズったの？どれぐらいバズったんですか？あ、1000回ぐらい。でもね、始めたばっかで1000回とかね。なるほど、有名になっちゃうかもしれないですよね。そのつもりでいるし、そういう聞き込みが大事ですよね。なるほど。え、収益はどうやって考えてるんですか？事務所、あ、事務所入ってて。あ、じゃあ収益全部一回事務所に取られるの？まあそこら辺のなんか抜け道というか、うまいことやる方法を相談できるかと思う。ちょっと巨峰をぜひご馳走させていただきたいです。あ、話するぐらい。はいはい、あ、じゃあ行きましょう行きましょう。巨峰ジェリーシェイキ、巨峰シェイキもあるけど、わかんないです。これじゃなくてもいいけど。はい、巨峰ゼリーシェイキと CC デモンの S で、はい、以上。え、TikTok 始めて1週間です。その前は何やってたの？あ、そうなのね。なるほど。で、TikTok にも進出しようかな。え、それ事務所の意向とかなんですか？え、じゃあそのライブ配信で結構稼いでるの？稼ぐってことはない。え、でもそれだけで食ってるの？他にも仕事してるの？うん。え、何やってんの？テレワーク。なるほど。じゃあテレワークしつつライブ配信もしてる。 TikTok 始めちゃおうかみたいな。えねん、そのライブ配信のお金は自分がもらえるの、それとも事務所に抜かれるの？多少はもらえるかな。あ、半分ぐらいはもらえるんだ。なんかほぼほぼ持ってく事務所とかも、あくとく事務所とかもあるらしいよね。あ、でも半分ぐらいもらえるんだね。半分取られるのもなんかムカつくよね。
応自分稼いでるやん。で、何ライブ配信何喋ってんの？うん、アニメは何が好きなんですか？あ、進撃の巨人。なるほど。あれ今どうなってんだろう。判決したの、知らんかった。どうなんの、あれ結局。そう。オッケー。いやー、でもやっぱりその事務所半分取られるってほんとバカおかしいんで。で、結局あんま何もやってくんないでしょ。だよね。ちょっと全然自分でやったらいいと思うし。まあでも僕はその今の事務所よりもいろいろ情報を提供したりするから、うん、全然協力しますわ。まあ一応ね、そう1年半ぐらいで10万ぐらいいったので、まあそう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 、もうすぐって感じで、もうちょいで、まあ銀の盾もお貸しするので自分が取った手で今300だっけ、じゃあ500いったら銀の盾あげるんでTikTok ってなんかもらえるの？ないの。でもやっぱり大物といかにコラボするかっていうのがすげえポイントだと思うよ。だからそのフォロワー持ってる人たちを女の武器でうまく動かしてやるのが重要なんじゃない？そこら辺の戦略とかも話せるし。そう。んで僕もなんかそういう人たちを紹介するからみたいな風にできんじゃん。うん、ダンスは昔から好きだった。どれくらいやってたの？あ、そんなにやってんの。へえ。ダンスしだすと豹変するみたいな。なるほど。恋愛とかは全然してない。いや、やっぱりインフルエンサーはいかに男性の協力とかを得るってのも重要だと思うよ。まあ視聴者に対してもそうだし、配信とかしたら分かると思うけど、視聴者が男性もあるけどコラボ相手も男性の協力を得るっていうのがめっちゃ重要だと思うよね。男性の視聴者が多い男性と絡むといいんじゃない、うん、そう、視聴者層を抜けるような、単にフォロワーが多いとかじゃなくてどういう視聴者層を持った人と絡むべきかっていう、なんかいろいろ戦略、まあ、そういうことも戦略させつつも伸ばしていくといいんじゃない。1週間で300だよね。全くゼロから来たんだ。いや楽しみだね。事務所辞めちゃったらいいんじゃないの。何もやってくんないでしょ。絶対ずっとむさぼり取られるだけだよ。意味ないもんして、どうせ一回自分で動かなきゃいけないから。なんかやってくれた？そうだよね。そいつら別にちゃんと考えてくれてるわけじゃないじゃん。やっぱ自分でやるのが一番だと思うよ。ほんで金上がってきたら本当に腕のあるコンサルみたいなの自分で頼めばいいんで。じゃあちょっと今から男性ファンをつけるための特訓というか、男性ファンをつけたいじゃないですか、うん、やっぱりこう大物 YouTuber を協力者にしたいじゃないですか。その、まあ、そのスキルを磨く会を今からちょっと撮影スタジオも見せるし、そう、撮影スタジオも見せるし、よくここで撮影してますみたいな。ここ曲がったところにあるんだけど、まあスタジオっていうかね、うん、今からやる場所はここです。はい、ホテルダイヤモンド。スタジオっぽいでしょアレクサ全部屋設置してますし、 YouTube 見放題って言われる。いやー、君はラッキーだね。僕みたいな人からそういうレクチャーを受けることになるとは。自力でいける。いや、なんかこういうとこ人に見られたりするかな。こっちどこで見られてるか分かんない。僕もそうだけど、まあ10万なんか
え、いつぐらい、どれぐらいの100万人ぐらい行くし、近々行く。なるほど。10万人くらいみたいな。なるほど。あ、じゃあレクチャーは大丈夫か、大丈夫かなみたいな。あ、マジですか。あ、そういうリスクを負ってまで、リスクを、あ、見られるリスクね。あ、人に見られるかもしれない。どこに離れても困る。でも別にさ、俺が君の TikTok 知ってるわけじゃないから。あ、でも後々バレるかもしれない。なるほど、 OK、 合格です。君は合格です。こういうこすい技にかからなかった君は合格です。君は大物になりそうだね。100万人マジで行きそうだ。安心しました。じゃあちょっとなんかまたいろいろ教えるよ。あの LINE 交換しとこうよ。またいろいろ教えるんで。まあ連絡先ぐらいか。 OK、 まあ君にお役立ち情報をいろいろ教えますよ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあまたいろいろなんか困ったら連絡してきて。はい、はい。7万人突破しました。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼント準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。ありがとうございます。